はいどうも、大野塾の友です。森Pです。今回の動画なんですけど、ほうほう、最近ポーカー流行ってるって聞くじゃないですか。聞くの、まあまあまあ、確かに、まあ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 結構聞くんですけど、まあそうやね。海外行きたいけど、ほう、行ったことない人はどうやって行ったらいいかとか、向こうでカジノで、ああ初めての時に、そうですね。ああ確かに俺も初めての時まあまあ大変やったわ。そうですね。うん、そのわからない人向けに、うん、ハウトゥーカジノ、はいはいはい、韓国編ということで。ああいいんじゃない。ああ俺も初めて韓国やからな。あ、そうですか。ああでそこで僕がまあ何回かカジノ行ったことあるんですけど、うんうん、カジノ初心者にわかりやすく僕が質問するという形式で。なるほどなるほど、なるほど、よし来い。まあ、まず日本から、うんうん、飛行機乗って、うん、ブーンと行く、韓国行きます。行った。で、着いてから、ほう、まあ、もちろんポーカーしたくて、ポーカーしたい。日本出てるんで、うんうんうん、もうすぐカジノ行きたいんですよ。うん、その場合、荷物持ってるじゃないですか、はあはあ、スーツケースとか。はいはいはい。そのままカジノに行っていいのかどうか、荷物とか。行ける。行けますか。行ける、行ける、行ける。預けれるね、インチョンのパラダイスシティと、ウォーカーヒルのパラダイスシティ、パラダイスカジノ、はい、その2つのポーカールーム、セブンラックは今多分やってない気がするから、その2つで言うと、インチョンの方はホテル入ってカジノの入り口で大きい荷物預けれる。ああ預けれる。で、なんやったら基本的にちょっとホテル取るのとかが結構下手で、はい、だ1日間違ったりとかよくあったの、はい、でその時とかはもうそのクロークに荷物預けたまま屋上とか、なんか2階か3階ぐらいにサウナがあって、一晩2,000-3,000円ぐらいかな。一晩って言ってもね、朝5時6時から夜の12時までやから、はいはい、丸1日泊まったらできへんねんけど、あ別に時間制限ないし、なんかハンモックというかその寝転がるスペースみたいなのあるから、うん、僕そこで仮眠して寝転がってお風呂入って、で次の日のホテルチェックインまでごまかしたりとか、でカジノが開いたらもうそのままポーカーしたりとかしてごまかしたこともあるから、はいはい、荷物はとりあえずも置いとけるし、最悪宿がなかったらちょっと泊まることはできる。でそれだけでもよかったけど、今はもう隣になんかスーパー銭湯みたいなのが、へなんていう名前やったかな、なんか3文字ぐらいの、なんかなんかスフレみたいな、なんか3文字4文字でなんか聞いたことあるようなないような名前の、はいとこがあるんやけど、そこも多分 VIP カードがあったら 2,3,000円ぐらいでなんか一晩入れたりするはず、うんうん、はいはい、なのでもう一個あのウォーカーヒルの方、ウォーカーヒルの方もカジノの入り口で荷物預けれるね。結構何度でも荷物は自由聞きます、うん、はい、わかりました。うん、で気候ですね、韓国の気候、多分ね北海道と一緒ぐらいのはず、あの緯度的に、僕関西人やから完全に寒いね、はいはいはい、で俺一回そこそ初めて韓国に1ヶ月行った時かな、はい、冬に行ったのはね12月だか1月だか、うん、余裕のマイナス10度超えとかしてて、俺クロックスで行ったからね、なんでこんな苦しい思いして頑張らなあかんやろっていい年で、しかも35、6とかやったから、はい、もう結構こんな苦しい思いしなあかんかなっていうぐらい、しかも負けて帰ってきた日に雪の日にクロックスで、あれなんでやろ、別に宅で前まで行ったらよかったんやけど、なんかその日に限って電車だかシャトルバスかなんかで帰ってきたのかな、ほんでちょっと歩かなあかんくて、で雪の中クロックスで帰ってた時になんかちょっとだけ泣きそうな、泣いたかな、泣いたかもしれん覚えがある。悲しくしんどいなって思って。皆さんは厚着していってください。そうですね、北海道ぐらいと考えていただいたら、はい、いいかなと思います。でカジノについてからの話なんですけど、ほう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 、まあ日本円を持ってるんじゃないですか。ああなるほどなるほどなるほど。そのままカジノを遊べるのかウォンに変えるのかみたいな、両替の問題ね。最適解は何かもっといいことあるかもしれないけど、僕らがやったのは、はい、韓国はホールドっていうシステムが使えます。ホールドっていうのは何パーセントかもちろん取られるのね、為替差。ああ、はいはい、で大体の場合カジノで両替してもらうってかなりレートはいいです。うーん、悪くない。まずすでにその時点で悪くない、はい、その辺の銀行とか日本でやっていくとか、うん、でいや一番ひどいのが例えばウォンを持って帰ってきて日本で両替するとか、むちゃむちゃ取られる。 5% とか下手したら 10% ぐらいいかれんちゃうかな。でそんなよりもまずカジノでやったら 5% 取られへんぐらいと思うけどな、 2,3% とか、うんうん、
で何が使えるかというと、まあ、向こうまずカジノでそこそこいいレートで両替してそのレシートを置いとけば、はい、同じレートで逆両替をしてくれる、買えるときに、はいはいはい、戻すときに戻すときに、そうそうそう、でちょっとぐらい増えてても、はい、やってくれる、ちょっとぐらい、例えば20万円を両替して、はい、で実際はそれが19万円分ぐらいしかくれへんわけよ、うん、当たり前やけど、うん、でその19万円分持っていったら20万円で返してくれるのね、そのホールドっていうシステムを使うと、はいはい、でそれを21万円分ぐらい持っていっても、はい、なんかもうこのぐらいやったらええかって言って22万ちょいで返してくれたりする、ちょっとぐらい買ってもいけるっていうのはこれなんか初めはもちろん使った額までしかあかんと思って、うん、ちょっと今変わってるかもしれんけど、でも少なくても、うん、ホールドっていうのはそういう結構世界中のカジノに使えるシステムで、レートの損を手数料をそのまま返してもらうことができます。ただ負けると言ったらウォンが残ってないじゃないですか、はいはい、言ったら20万円持っていってそれでまあ200万ウォンをもらった、はい、その200万ウォンなくなったらその手数料の1万円分ぐらいも取られたまんま日本に帰ることになるわけですよ、はいはい、まあ、こういう時は買ってる人に今のレートで200万ウォン売ってもらいましょう。ああなるほど。ほんでその手数料差はちゃんと返してるのか、ホールドしてるからこそそうやっとかんとちょっと1万円もったいないというか、そうですね。で、まあ、こなれてきたら、はいはい、プロに声かけてください。カジノで、はい。で、日本人のプロがいたら、プロはお金がっていうか、その国の通貨が余ってるので、うん、日本円にめちゃめちゃ買いたがってます。僕をはじめ。なるほど。なので、まあ、プロに連絡を取るとか、プロを見つけた、大会とかやったらプロを見つけて、両替してもらえませんかって言ったら、大体してくれます。うん、一番喜ばれるのが、もう、まあ、日本でお金渡して、現地でもらうとか。一番ありがたいですね、はい、僕ら、まあ、信用してもらえんと無理やけどそれは、うん、っていう感じで、でもしめっちゃ増えた場合、はいはい、そして両替するつてがない、うん、場合韓国ならばミョンドンに行ってください。ミョンドンっていうとこがかなりレートよくやってくれます。うーん、 0.5% も取られないんじゃないかな、すごい。だから例えば数十万円、30万円、40万円を買えようとしたら 5% で買えたら1万5000円とか2万円損するじゃないですか、うん、で、ミョンドンっていうところになんかバスで行ったら多分1時間と、リムジンバスで行ったら1時間と1500円ぐらいで行ける、なんか往復、まあ、2時間と3000円ぐらいで行けるわけじゃないですか、うん、で、まあまあミョンドンで結構繁華街やし、そこでご飯でも食べてちょっとミョンドン観光をして、で、まあまあ両替したら1万5000円ぐらい浮くわけじゃないですか、はいはい、だから3、40万を超えたらそこに行っちゃうのがいいんじゃないですかね。もう100万、200万やったらもう絶対行った方が、そうですね。特に10万円ぐらいの差になるんで。で、まあ、僕はもうずっとそうしてるんやけど、単純に預けられます。預けられへんカジノってあるかな？僕5カ国しか行ったことないんやけど、はい、あ、ベトナムちょっと怪しいな。預けれるんやけど、なんかごまかそうとしてくるのよね、ベトナム。ごまかそうとしてくる？なんか、その、国営じゃないから、はい、だからそのカジノの人間が若干某知り合いがごまかされかけたって言ってちょっと怖い、うん、で僕ベトナム以外とフィリピン、韓国、ベガス、マカオ行ってるんやけど、僕ここ全部お金預けたままです。うーん、キャッシャーに行って、なんやろ、僕の英語を追ってるかわからんけど、なんか I want deposit とか全部預けれます。で、基本的にそのカジノがなくならない限り大丈夫。うん、一応期限聞いた方がいい国もあるかもしれんけど、まあ基本的に全部大丈夫。はい。の何年でも。はい。大丈夫。で、カジノが破綻したら危ないけど、そう簡単に破綻しいんじゃないかなと思う。しかも大きなとこやったらグループがあるから、はい、そのカジノがあかんくてもそのグループのどっかで出したりとかするから、うん、僕はそうですね、4カ国全部預けてるんで、はい。両替はそんな感じがいいかなと。韓国の両替はミョンドン。はいはい、かも預けるか知り合いに売る、はい、そんな感じかなと思います、はい、分かりました。で、実際ゲームへの参加方法なんですけど、なるほどなるほど、例えばブラックジャックとかルーレットとかあるじゃないですか、うんうんうん、あれはもうテーブルに行くんですか？韓国やね、韓国話やね、はい、今回韓国、韓国はすべてのゲーム、あ、スロットマシンは店員さんがいないんで、
自分でお金入れますけど、すべてのテーブルで現金を出せます。現金を出せる。現金を渡したらチップに変えてくれる。ああ、なるほど。マカオとかは違うとこもあるんやけど、はい、韓国は全部大丈夫。あ、もう店員さんがいるテーブルに行って、うん、お金渡して、うん、変えてくれる。そのテーブルで遊ぶチップをもらって、うん、それで遊ぶっていう。これは全てのテーブルでできるか分からんけど、はい、日本円でもいける。へえ。多分10万円パッて渡したら、はい、向こうのもう分からへんで、はい、その向こうがレートで出てって計算して、はいはい、でこれは10万円やったら、108万ウォン分やから、うん、108万ウォンってくれる。そこちょっと抜かれてるかどうかも分からへんけど、俺はやったことないけど、はい、そうやってはる人もいはるから。へえ。でまあまあ初めから、キャッシャーに行って、はい、もう分かりやすく大きたくさん両替して、でそのウォンでテーブル出すこともできる。はい。でウォンって5万ウォンが最大紙幣なの。5万ウォンが最大紙幣。5000円弱、4700円ぐらい。だから実際カジノで使うような額出そうと思ったら結構めんどいの、うんうんうん、枚数いっぱい出さなあかんとか、うん、で韓国がこれね、街中でも使える小切手を出してくれるの。でそれが、1万円小切手と10万円小切手、はい、10万円小切手。うん。でこれは本当にカジノだけで使えるのかと思ったら、意外と街中でも使えるぐらい流通してる。だって5000円札しかないって結構不便じゃない。そうですね。1万円札と10万円札がある。なるほどなるほど。でもそれでもかさばる、かさばるというかこう財布とか入れなあかんから、はい、なんかもうチップ持ち運ぶこともあるし、あ、チップをポケット入れたまま移動したりもするし、はい、っていう感じで。そうですね、テーブル、日本円をウォンに変えるのは別にどこでもいけるかなと、うん、はい。で、次はポーカーへの参加の方法。はいはいはい。初めわからんかった、もう勝手にテーブル座ったったもん僕、はい、めっちゃ怒られた店員さんに。こらって、こらかわからんけど、また韓国で怒られるからもうなんやな思って、もうここ座って、アイプレイポーカーとか言って、なんか名前かけじゃない、なんか言われても、もうほんまに言葉わからんから、はい。しかも初めての海外がもうカジノやったから、うん、もうそんなんやって、うん、ポーカーしたい場合はポーカーの受付というか、はい、カウンターみたいな、ポーカーコーナーに必ずカウンターがあるので、そこに行って、やりたいゲームとやりたい、ステークスレートを伝えてください。はいはい。で、まあ、向こうも慣れてるから、そんな細かく言わんでも大丈夫。もうで、しかも常連とかなったらもう何言うか分かってるし、はい、なんだったら向こうから勝手に言ってくれたりするけど、はい、まあ、例えば韓国やんね、韓国、まあ、韓国結構日本語喋ってくれる店員さんも多いし、あと、まあ、まあ英語はほぼ大丈夫やから、うん、日本語は結構いける。だからまあやりたいとしては、例えば1325って言ったら1325やなって言えるし、はい、で名前はって言われるから、友とか言ったら、国が違うからお名前によってはパッと通じひんかもしれんし、はい、発音の名前とそのスペル言った方がいいかもしれんね。あ、なるほど。1325、トモ、TOMO、トモみたいな感じで俺はいつも言う。はいはい。なんかなんだろうけど、コモによく聞き間違えられた。へー。だからその国によんじゃろうね。はいはい。あるなしもあるし、うん、そういう単語があるかどうかっていうのもあるし、うん、なんで言ったら近くにいたら呼んでくれる。うん、あ、トモ、ワンスリー、オープンみたいな。で、その指さされたテーブルに行く、はいはい。で、指定されたテーブル以外には行けません。これ大事です。うーん、あっちのテーブルの方が良さそうやなとか思って行きたかったんやけど、はい、それは権利がないです。うーん、テーブル移動の権利は、すでにプレイしてる人が優先なんです。だから、あっちのテーブルがいいって言ってそこが空いても、そこに移動したいっていう誰かがいれば、その人が優先でそのテーブルになって、はい、今入る人は一番権利がないです、はいはい、その言うたら一番人気のない席に移動さされることが多い、はいはい、そのシートもキャッシュゲームは好きなとこに移動できるので、はい、テーブルないやったらテーブルないで、だから3番が空いてても9番のやつが3番に行きたいって言ってたら、はい、9番に行かされます。うん、もう下手したら、あ、1半動に3番やから、お前1半立って待っとけやから、それはお前やりすぎちゃうけって思うんやけど、でもこれよくめっちゃあります。一応それがポーカーの、まあ、まあまあ標準的なルールというか、はいはい、
うん、そんな感じですね。ちなみにそのレートはどこから、自慢したらどこからどこまであるんですか、ポーカーのレートは。韓国？韓国の。韓国は今多分ワンツーがなくなって、はい、ワンスリーが最低。が最低。で、ツーファイブはだいたい毎日立つかなぐらい。うん、でもワンスリーの方が多い。ファイブテン以上は、なんかすごい社長が来た時とか、うん、あとまあその大会中で盛り上がった時とかぐらいしか立たないかなと、はい、っていう感じかな、はいはい、僕一回大会中に行って5点以上が立つと思って、はい、で名前入れたんやけど5点朝一から最後まで僕ら3人だけやって、僕とカッシーとあとまあ某兄弟のお兄ちゃんの方、まあ、めっちゃまあ強い人ですよ、はい、でシャアなしで1、3、3人並んで売ってる時に何してんじゃろうなこれと思ってやめた方がええなと僕ら思いながら買ってたんですけど、他6人の方が真相な顔したよね。そうですね、なんでこいつら1、3売ってんねんみたいななんかそうですね、その時日本人もいらっしゃったけど、はい、なんか誰が得してんじゃろうなこれっていう思いをしてる僕らでしたね、うん、はい、なのでそうですね、高いレートを打ちたいっていう人は韓国じゃないかもしれないですね。うん、わかりました。移籍するときは普通に立ってトイレとか、はいはいはい、これでもみんな分からへんもんね、僕も初め全然分からんかったわ、あれ勝手に立ったらなんか取られるんちゃうか、 BB 取られんちゃうかとか、はい、ね、特にアミューズとかやったらトイレ行ってても BB とか取られるね、はいはい、確か、うん、だから怖いやん。怖いですね。だからなんかボタンとかで抜けてゆっくりめに行くとかしはるけど、うんうん、でもボタンとカットオフとハイジャックできへんかったら損じゃない。損ですね。だから大体1ハンド、まあ、まあ2分とかやから、うん、僕はトイレが近くてショーやったら、まあ、プラ1かプラ2で抜けますね、はい、ザガンで抜けたら BB 飛んでるかもしれん、はいはい、だからプラ1かプラ2ぐらいで、でプラ1で行こうと思っててもプラ1でハンドが入っちゃったらさ、うん、もうザガンしか行けへんや、うん、ほな間に合わへんかもしれんから、まあ、プラ2ぐらいから行こうか行こうかみたいな感じでチラッと見て、もうであとゆっくりめに、例えばタバコ吸う人とか、うん、あとまあちょっとゆっくりめのトイレ行くときとかは、はい、僕はもうバッぴったり BB で抜けます、はい、もう一周抜けるっていう感じで、もうザガン終わったら抜ける、終わってもうBB からゆっくり、まあまあ15分ぐらいかかるけど、まあトイレ遠かったり、まあゆっくりトイレしたら、まあ結局ね5、6分、7、8分かかるし、はい、まああと運動でもしつつ、はい、こう、まあまあ散歩して知り合いと喋ったりとかする感じで、まあ一周休憩するかなっていう感じですね、うん、それこそ何ハンド抜けていいか分からへんし、そうですね、自分の調子にもよるし、うん、なので、あとタバコ吸う人はプラ3ぐらいでバッて行ってバッと帰ってきはる人もあるね、あ、なるほど、それもみんな加減やから、はいはい、で、もしその BB をミスしてしまった場合、ミスって言うんやけど、はい、その BB を飛ばしてしまったことを、はい、ギリギリ間に合わへんかった場合、はい、これバイザボタンっていうのが使えます。バイザボタン、うん、まあまあ言葉的にはボタンを買う、はい、まあこれザーがつくとこ使えへんとこあるんやけど、バイボタンっていうとこもあるし、うん、僕はバイザボタンって初めに聞いたからずっとバイザボタンって言ってるけど、はい、ビビが飛んじゃう、ビビ飛んで自分が例えば一番シートやとする、はい、ね、で一番シート僕がいなくて、もうすでに9番の人が SB、 2番の人が BB を1回やった、はい、で帰ってきたら次自分SB やと、はい、いや待てと、自分が SB 出したら2番のやつもう一回 BB しなかった、そうですね、そんなおかしなルールはないと、うん、だ2番の人は次は SB になるべきやと、うん、じゃあ俺はどうやったらいいね、次の BB まで待たなあかんのか、うん、っていう時に SB と BB を同時に出せるんですよ、うんうん、だから1、1、2やったら、まあ、1、3やったら4ドル出す、はい、ほんなら自分は SB と BB を同時にやったことになって、でその時2番シートの人はザガンになります、うん、でそのハンドが終わると自分が次ボタンになって、うんうん、で2番の人が SB になる、うん、で3番が BB になるから順番が何も問題なくいける、なるほど、これがバイザボタン、これはもうみんな使いますね、うん、そしてなんかバイザボタンをすることがすごい損だと思う人もいるんやけど、 SB と BB 同時に出さなあかんから、うん、多分一番得です。ミスした場合に入る方法は3つです、うん、次の BB まで待つが1つ、うん、これはまあ15分ぐらい待たなあかんから、一室利益がすごいんですね、勝てる人にとっては。あ、まあそうですね、
でも負ける人だっても、まあ、時間こうだってせっかく韓国で遊んでるんだから、まあ、効果しに来てるから15分待たなあかん、だから待たなければならない、待ちたい理由があるときは別として、うん、損なので、うん、まあまあチップ的に損得はないけども、うん、時間がもったいない、勝てる人は時給がもったいない、うん、で次は、ボタンはもちろんできないんですよね、 SBBB 払ってないから、うん、で左の人がボタン、自分がカットオフになった時に SB と BB の分を出す4ドル、うん、これはまず SB 分は捨てます、あのポットに入ります、はい、で BB 分を前に、一応これは BB っぽい感じでポストしてる感じだからリンプしてる感じになるんですけど、はい、まあ、ロスになることが多い、うん、ので、まあ、これするぐらいだったらバイザーボタンの方がだいぶ得なわけです、うん、でもまあまあそれでも自分がこのテーブル全然プラスだと思ったらそれすることもあるけど、それするぐらいだったら別にトイレ行くときに考えた方が良くないっていう感じなので、だからでこれを全く知らずに大体の人は BB で抜けちゃうんですよ、うん、BB でトイレ行くんですよ、うん、で SB で帰ってくるんですよ、うん、ほんでバイザーボタンの説明英語でされるんですけど韓国語と、はい、わけわかんないじゃないですか、うん、いや、待つわとかなるから、はい、この3つがあるってことを覚えておいたら楽ですね、うん、うん、なるほど。ポーカーをやめるとき、はいはいはい、わからんよね、わからない、なんかルールあんのかなと思って、全部わかんないですよ、全部わかんないよねいやそうだわ、ね、あのダーって立っても別にいいです、はい、あのやめるとき何かしなければならないっていうルールは全くないです、はい、ただでもその次の人、次のお客さんを呼びたいとかもあるから、うん、まあディーラーとかに、はい、あのフィニッシュとか、なんかどういう意味なんか知らんけどみんな使うんだけど、あのあダーンとか、うん、なんか終わったみたいな感じなのかな、分からん、ダーンが分からん、まあセンキューでもいいですよ別に、あ確かに、なんかこうチップを、そうチップを持ってるときにラックがいるわけですよ、チップラックって言って、はい、だってチップを入れるやつ、チップを入れるやつだって、こうチップこうやって持っていけへんからなかなか、はい、でなんかラックとか取りに行ったり、なんかまあ店員さんとかラックプリーズとか言ってもらったりとかしてるときに、大体ディーラーがフィニッシュとか聞いてくるから、はい、あ、フィニッシュ、フィニッシュ、センキューとか言って、こう、帰ったら、まあいいかなと。で、そのチップを持って、キャッシャーに行ったら、大きなチップにしてくれたり、現金にしてくれたり、なんか適当にしてくれるんで、はい、そうですね、そんな感じかな。テーブル上にチップがあって、自分が席立ったら普通の離席になって、あ、そう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 。チップを持って、離席したらもうそこは空いたっていうこと。そう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 。あ、そうそうそう、慣れてない日本人とかでよくあるんやけど、はい、離席したまま長時間帰ってこないとか、あめちゃめちゃ迷惑なのね、はい、だってやりたい人いっぱいいるのに、うん、でその場合、ウェイティングの人がいるときは、はい、これも国によるんやな、2回ビッグブラインドをミスしたら、うん、チップを下げられる、はい、でもこれ没収ではないんで、はい、泣きながらキャッシャーに行ったらあの返してくれます、はい、泣いてなくても返してくれる別にでもまあ、言って何回か間違ってやったことがあるから、はい、もう特にプロになってからはすごいもう迷惑な行為やと思うから絶対してないけど、うんうん、初めの頃とかもう分からんから、うん、なんかほっといてでなんかここのチップはどこ行ったんやみたいな言って泣きそうなことが何度かあるブラインドチョップはあるんですかね。ブラインドチョップ、全然聞き慣れない言葉かもしれないですけど、これめっちゃあるんですよ。海外でないとこあるかな、多分あんまりない気がします。ブラインドチョップというのは、スモールブラインドとビッグブラインドだけになった時に、まあ、ブラインドヘッズの形ですね、なった時にもうしなくていいかっていうルールです、うん、まあ、実際、まあ、礼儀が結構高いわけですよ韓国とかやったら、うん、じゃあブラインドヘッズでそのなんか礼儀も絶対高いし、どうやったってお互い結構実力差があってもそんなプラらへんやんけっていう時にブラインドチョップしようかって決めます。でそれはSB も BB も戦わずに自分のブラインドを下げるってことですね、はい、で他7人8人待ってるし俺ら2人でやってもしゃあないし、次のゲーム行こうぜっていう意味もあります、はい、だから霊気の負担がでかすぎるのでそれを やめとく、うん、2人で殺し合いするのも辛いからやめとく、はい、他みんな待ってるから次のゲームへ行こう、この3つの感じですることが多いですね、うん、でこれルールなんですけど、基本的にハンドによってブラインドチョップをするしないを決めては絶対ダメです、はい、でルールとしては私はブラインドチョップをする、私はブラインドチョップをしないっていう看板を掲げてるイメージです、はいはい、だから1回ブラインドチョップをしたら一生ブラインドチョップしなければならない、うーん、で一生ブラインドチョップをしないっていう人は、はい、何があろうと絶対勝負をする、右の人と左の人も全部、
はい、だから本当は左の人とだけチョップしたくて、うん、右の人と勝負したいっていうのがまあポーカーの当たり前なんですけど、それはできない、うん、ただブラインドチョップしない人がいたらその人が優先です、はいはい、しますしないの場合しな、ここは勝負することになるのでブラインドヘッドをするんですよ。ブラインドチョップをしないからね、はい、その時は何て言ったらいいんですかね。チョップ、SB の方からだいたい顔を見ます。はいはい、こう回ってきてで、ボタンまで降りた、ブラインドチョップみたいな、はいはい、チョップとか言うたら OK みたいな、な感じになるから、はいはい、それでそれで恥のないご飯とか食べれるんですか。パラダイスシティも5年ぐらい行ってないな、5、6年、うん、あのウォーカーヒルはインチョンは、横にカフェがある。カフェが、うん、なんとかっていうカフェがあって、そこはカードによるのよね。うーん、1日何食でも食べれるカードと、うん、1食だけ食べれるカードと、なんかポイント使って食べるのと、うん、あと普通に現金払って食べるとか、うん、そこでまあまあもう、まあ、丼もんとかちょっとしたものがあるから、うん、その、うん、さっきあの言ってたちょっと離席して食べるのもそこが限界、うん、で、まあ、僕がよくやったのはそこでなんかスニッカーズみたいなのもらえるから、うん、最悪お腹減ったらテーブル上でそれをなんかしゃーなしの、それでしのぐ、ごまかしてしのぐかな。他何があるっけ、あのカジノで歩いて10分ぐらいのとこに、もちろんカジノないの、はい、フードコートみたいなのがあって、うん、まあ、そこも別にまあ1000円2000円ぐらいで普通に一食食べれるみたいな感じが、パッといけるのはそんなもんかな。であとまあ偉そうな高いとことかはもちろんそのね、ああいう総合施設なんで、はい、あるけど、うん、まあ、一番このポーカー頑張るぜっていう感じの人で使いやすいのはそのカフェナイン、カフェナインやったっけ、ほんまにそのカフェかな、そのカフェに行くのが大体で、そこもしカードで食べれへんかっても800円900円1000円ぐらいで食べれるから、それがまあ一番マシかなと、うん、でウォーカーヒルは僕らの時はね、バイキングみたいなのがあって、うん、でそれもケチくさい話やけど、うん、ポーカーはそのバイキングが食べれへんのよ、だからなんかブラックジャックとかルーレットをちょっとプレイしてるふりして、はい、で店員さんに食事券をもらうっていう、でバイキング行って食べて帰ってくるみたいなのよくやってたね。うん、ほんでポーカーテーブル上ではなんかサンドイッチだけもらえるとかやって、6年ぐらい前、うん、懐かしいな、なんかすごいなんか自分が駆け出しの頃、なんか若干青春時代を、はい、ひもじい飯食ってクロックス履いて凍えながら安い牢獄みたいな宿泊まってその僕のそのポーカー黎明期があったと思うと若干懐かしいな。あと、コーヒーが爆裂甘いです。あの韓国はコーヒーって言うと、はい、うん、砂糖とミルクめっちゃ入れるのがコーヒーっていう商品になってると思う、多分、うんうん、でブラックとかで飲むのはアメリカン、いわゆるアメリカン、ちょっと薄めに作って、で向こうの発音だとアメリカノって言ってる、みんなアメリカノ、うん、なんかアイスアメリカノトゥゲットセヨみたいな、うん、なんかアメリカノってみたいな、はじめあれヨーキって言ってアメリカノなんやねんっていつも思った。確かにアメリカノ、あー、アメリカの女性よ、アメリカを何が欲しいねんお前ってなんかこうもうめっちゃ気になって何やねんと思ったら、そのアメリカンの運が、まあ、脳になる、 なるほど、 N が脳になるみたいな感じなのかな、多分ちょっと韓国語わかんないけど、はい、アメリカのって何か言うねんみたいな。なんでコーヒーはとりあえず甘いですね。でコーヒーはあそこ、ウォーカーヒルは頼めた昔は、うん、インチョンはあれだ、ジュースのディスペンサーがあって、うん、紙コップに入れて持ってくるんだ。そうですね。で水はその辺に置いてあるから、うん、水は適当に取って、だからジュースとか水は全部タダかな。はいはい。でウェイトレスが持ってくる系はチップを渡すのかな、ウェイトレスに。ウォーカーヒルはそのスタイルだったと思う。うん、うん、韓国はそんな感じかな。うん、なんでそのチップで言うと、はい、韓国はチップがめちゃめちゃある国ではないんだけど、まあ、渡す推奨、うーん、うん、で
でも、まあ、結構霊気高いから、そうですね、安いレートやったらちっちゃいポットはまあまあ別にもう渡さんでもいいのかなという感じ、うん、でもある程度のポット取ったりとかしたらまあまあワンスリーでね、はい、どのぐらいやろう、なんか難しいな。だってレイズしてでスチールして4ドル取って、うん、1ドル渡したらもう意味わからへん、意味わからへんやん。で逆にじゃあ15ドルにレイズして、で相手コールね、31ドルぐらいポットで CB20 打って、で相手ダウン、31から3取られるね、自分の価値は16やのに霊気3取られて13やん、負けることもある、これ1ドル渡すんかなみたいな。だから僕1-3の時は多分 CB で取った時は渡してなかったと思う、だからもうフロップ終わって、まあ、100ドルとかなったらまあ1ドル渡す、でオールインとかなって250とか300ずつ入って500-600のポットになったらまあ2ドルぐらい渡す、みたいな感じでしてた気がする、はいはい、ゼロはちょっと絵面的にひどいかなと、なんか日本人全体の印象が悪くなるから、ある程度のポット取った時は渡そうと、スチールまで全部渡せってことはないけど、でまあまあレート上がっていったら、まあその霊気比率も下がるし、逆に単純にポットが大きいから、まあ5-10とか売ってたら、まあ全てのポットで1ドルとか上げてもいいかなとは思うけど、はい、でも大きいポット取った時はもうその5ドルとか、その大きい方のチップでちょっと上げたりとか、はい、いいかなと思いますね。ちなみに大野さんが初めて韓国行った時、ほう、どうやったんですか？えぐかったで俺のミス。ミス、準備してなさやばすぎ。あ、まず俺海外行ったことなかったのね、はいはい、ほんで、まあ、いざ行こうってなった時にその友達が何回も海外行ったことある、韓国も行ったことある、はい、ほな一緒に行かせてくださいって言って、はい、でまず僕パスポート持ってなかったから、うん、でパスポート取っていざ空港行ったら気づいたらクロックスだったのよ。嘘やんと思って、まあ、さっきもその韓国クロックスで行ったって言ったけど、はい、これカジノ入れんのかとか。あ、そうですね、ドレスコードとかどうなんですか？韓国はズルズルです。ズルっていうか別に何もない。あ、もう。はず。めっちゃ汚い格好でも。めっちゃ汚い格好はあかんか。だから T シャツだけとか、T シャツ、短パン、クロックス、OK。あ、もうそのレベルでも大丈夫。うん。これ、欧米っていうか、欧が結構厳しいはず。ヨーロッパは厳しいね。はいはい。で、マカオは逆にそんなん多いやん。そうですね、南国やしさ、中国人多いしさ、うん、もうそんなん短パンとかクロックスあかんとか、もう草履があかんとかなったら、うん、みんな入れへんくなるやんか、うん、緩いと思う、うん、でアメリカもやっぱり薄着多いしサンダルとかはあると思う、うん、もしかしたらアメリカの中でもそのアメリカはカジノごとにコンセプトがいろいろあるから、ちょっと偉そうめのとことかやったら言われるかもしれんけど、はい、でもまあ最低限の格好してたらまず大丈夫、うん、なんか、うん、ドレスコードは、うん、で韓国は別にそんな厳しくはなかった印象かな、はいはい、で、あの両替も知らんし、そうですね、で一旦行ってそのさっき言ったホールドっていうのも知らんかったけど、まあ、そこで日本人に会って聞いたのかな、うん、でそれができるって聞いて、ほんでそのレシートだけをちゃんと内ポケットにこう大事に取って行って、はい、僕10万円しか持っていかなかったのに頭おかしいやん。10万円はちょっとやばいですね。その時まだワンツーやったんやけど、レートがね、はいはい、それですら 500BB やし、そうですね、4日行くのに、うん、でも言ってレベル低いって聞いてたから、うん、5NL とか 10NL ポーカースターズの、はい、勝てたらいけるって言われたんやけど、うん、もう俺勝ってたから余裕で、うん、でまあ10万円もあったら余裕やろと思って、余裕で勝ってそっから増やして、もうそう、もうあんまりにもこうちょっとこれはまた別の話でも言うかもしれんけど、うん、もう全然違って、うん、ポーカーが、ポーカーがいつものそのポーカースターズでやってた感じと全然違って、はい、びっくりして、あれよあれよとなんかもう全然わからんまましか舞い上がってるのもあるし、うん、4万負けて初日、もう6万しか残ってない、もう死ぬかと思って、はい、で宿取ってなかったのよ、もうやりたい放題や俺ね。でもそのポーカー専業をやってた友達がいて、はい、そいつに聞いたら、その坂を降りたところにあるクラウンモーテルっていうところに行ったら、うん、まあ、1泊1500円ぐらい泊めてくれると、うん、下手したらもう長いこといるって交渉したらもっと安く泊めてくれると、いいですね、おーええやんと思って、そのクラウンモーテル行ってくれてタクシーの店主言ったら、はい、知らんって言って、
いや俺も知らんそんなこと言われたらと思って、もう喧嘩なの寸前ですよもう、うん、ほんでもう分からんってなって、うん、もう泊まるとこなくて、うん、ほんでまあ横にシェラトンあったから、はい、シェラトン泊まろうかと思って値段聞いたら2万って言われて、いや俺残り6万やしみたいな3泊払ったらもうゼロになるし、3回出て帰るだけになるやん韓国みたいになってでも泣きそうになったっていう、はいはい、でシェラトンの人に頼む何とかしてくれって言ったら、なんかちょっと行ったとこに、うん、なんかタクシーで1000弱のとこにサウナがあると、うん、健康村というか、まあ、今でスーパー銭湯のしょぼいやつみたいな、はいはい、そこやったらもう1000円ぐらいで泊まれるって言われて、うん、そこに泣きながら泊まる人2人で泊まって、はい、で1日負けて初めね、はい、友達も負けたから2人で負けた泣きそうになりながら、はいはい、Wi-Fi もなく悲しい感じでこう寝て、うん、でなんか穴蔵みたいなところで寝るのね、あのチムチルバンっていう、うん、多分韓国では名前になるんやけど、結構普通にカップルとかでも行くとこで、うん、なんかみんなリラックスして、でちょっと暗いとか穴蔵みたいなとこ、洞窟みたいなところ入ってこう寝るんやけど、うん、で朝何じゃろな、9時ぐらいになんか爆音がかかってきて、はい、何やねんこれとか思ってこう起きたのよ、こう寝ぼけわなこでこうバーってこの、ね、聞いたことあるミュージックやなと思って聞いたら、うん、その時流行ったあの少女時代の G、うん、G あのなあなちんちゃちんちゃ本当は GGGGG ですよ、可愛い歌ですよ、あの僕大好きやった、ユナ大好きやった僕、はい、でその歌がもう爆音で聞こえてきて、なんやねこれ寝にくいなと思って、でこうバーッとその穴蔵からこう出てみたら、はい、もうミニマムで50代メインが60代ぐらいのおばあさんばっかりがレオタードみたいなのでその少女時代踊ってんのよ、もうえぐいやん、どこが少女やねんみたいな、もうしかも G でもないもんバー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 やんもう言うたらなもうそんなんでえぐいな、韓国の初日こんな寝起きなるか思って地獄やなと思って2日目出勤した覚えがありますね。そう、2日目僕 A シーズをその友達のなんか強要みたいなフラドロに割られてで、また2日目もなんか負けたかチャラかで、もう散々な4日間やったね。結局6、7万負けて帰ってきたんじゃないかな。じゃあ初めての海外はもうボコボコやられて。ボコボコ。逆に偉そうなこと言わせてもらったら、その時以来僕海外遠征でキャッシュゲームでマイナスやったことないっすね。その1回の遠征で。はいはい。そうそうそう。その3泊4日。がまあ短いけどね、もちろんその、うん、今でも3泊4日は全然負けることあると思うで、はい、もちろん、うん、でもなんか1週間とかパッと行ってもなんか運よく負けて帰ってきたことは今のところないんですよ、うん、トーナメントあるけどね、あ、はい、そうですもちろんもちろん、はい、でもその初めての韓国はもうえげつない思い出やね、その地獄があったから、その地獄からなんとか乗り越えてギリギリポーカーでなんとかご飯食べれるぐらいにはなったかなっていう感じやな、はいはい、まあそんな感じが、まあ僕がお話しできる韓国の話かな、はいはい、まあまあ今その聞かれへんかったこととかで、またなんか気になることとかあったら、またなコメントなりなんかいただけたら、僕にできることやったらあのまた説明させてもらいたいと思います。そんなこんなで、じゃあ今日はハウトゥーカジノ韓国編でした。また違う国とかもやっていきたいと思うので、またお願いします。どうも失礼します。